ファビアン・ハンビューヘンは、ドイツの男子体操競技選手。ドイツ西部のベルギッシュ・グラートバフ派出身。2004年には、アテネオリンピックでは、アテネオリンピックドイツ選手団の男子選手の中で、最も若い選手であった。この大会で彼は、鉄棒で7位、団体で8位となった。2007年の世界選手権は、ドイツ・シュトットガルトで開催された。地元の期待を一心に集め、 鉄棒で金メダル、個人総合で銀メダルを獲得した。同国のアスリート・オブ・ザ・イヤー2007も受賞した。2008年の北京オリンピックにも出場し鉄棒で銅メダルを獲得した。しかし個人総合優勝も期待された翌2009年の世界選手権は直前に人体を断裂したため欠場した。 翌年の世界選手権も体調が万全でないことから、種目を減らしての出場となったが、団体と鉄棒で、銅メダルを獲得した。2012年のロンドンオリンピックでは、長年悩まされていた怪我が感知し、万全の状態で臨んだが、メダルの期待された個人総合では、クラマのミスが響き総合を15位に終わる。だが得意の鉄棒では、銀メダルを獲得した。 2016年のリオデジャネイロオリンピックでは団体と鉄棒で決勝に出場。鉄棒では4回目のオリンピック出場にして悲願の金メダルを手にした。鉄棒を最大の得意種目にしており、豪快な離れ技が見せ場である。平行棒も得意種目の一つである。6種目すべてをこなすオールラウンダーであるが、あん馬を非常に苦手としている。日本との関わりは深く。 2005年以降は合宿参加のため毎年来日しており、日本選手との交流も深く、その時の愛称はファビ。また、日本国内においては、同世代の内村公平のライバルとされることが多い。東日本大震災により2011年世界体操競技選手権東京大会の開催が危ぶまれたが、安全性をアピールする動画を世界に発信し、 開催実現に尽力した。日本語においては、半部編、半ビュー編、半ビュー編、半ー比編など様々な表記がある。日本合宿時はファビと呼ばれている。ありがとうございます。